こんにちは。第一種電気主任芸者の平です。今回は、電検二種の用語の暗記などにおすすめのアプリを紹介します。まず、はじめに、電検二種のアプリに関して、2023年6月時点で、電検二種専用のアプリはありません。ですが、電検二種の勉強にも使えるアプリとして、電検三種のアプリが3つあり、それは、 電験3種法規科目暗記アプリ、電験3種電力科目暗記アプリ、電験3種控え科目暗記アプリで、これらのアプリの内容や特徴については、他の動画で解説をしているので、そちらをご参考ください。では、今回の動画では、このアプリがなぜ電験2種の勉強に役立つかを説明します。では、次のスライドに移ります。最初に、 法規科目のアップについて、こちらは、電気・事業法などの約16分野の問題が約390問あります。次に、電験二種の法規科目の特徴として、約99%が論説問題であり、また、電研2種から新たに扱う法令が増えるわけではないので、電験三種と出題範囲がほとんど変わりません。 なので電検3種の問題を解くことが電検2種の勉強につながることからアプリで勉強すれば確実に点数は上がります。ちなみに平成21年以降法規科目で出題された計算問題は受容率負荷率不等率に関する問題なので電検3種の知識があれば解くことができることから新たに新しいことを覚える必要はありません。では次のサイドに移ります。 次に、電力科目のアプリについて、こちらは、水力発電などの約9分野の問題が約470問あります。次に、電源2種の電力科目の特徴として、計算問題と論説問題の比が約1対9で、また、原子力発電以外の電源3種の出題範囲は、電源2種でも出題される一方で、 連携2種から新たに出題される内容としてと安定性や PV カーブなどがありますなので、電携3種の問題を解くことが、電携2種の勉強につながることから、アプリで原子力発電以外を勉強すれば、確実に点数が上がります。ちなみに、二次試験の電力管理科目の論説問題は、記述式ですが、用語などを暗記しておけば、 試験本番で用語を思い出せなくなることを防げるので、アプリでの勉強は電力管理科目の勉強にもつながります。では、次のサイトに移ります。次に、機械科目のアプリについて、こちらは、直流機などの約13分野の問題が約350問あります。次に、電研二種の機械科目の特徴として、 計算問題と論説問題の比が約3対7でまた電検3種の出題範囲は電検2種でも出題されますが食流器電動機応用自動制御の分野は出題頻度が低くなりさらに情報の分野は選択問題になりますなので電検3種の問題を解くことが電検2種の勉強につながることからアプリで 選択問題以外を勉強した後出題頻度が低い分野を勉強すれば確率に点数は上がります。ちなみにアプリには公式の問題もあるため計算の勉強にも役立ちます。以上、電験日誌の用語の暗記などにおすすめのアプリを紹介しました。このチャンネルでは電験日誌、電験日誌、エネルギー管理士、技術士の過去問の解説、公式の動作などを発信しています。 よかったらチャンネル登録、高評価、SNS をしていただけると幸いです。これからもご利用をよろしくお願いいたします。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。